マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。よく先生なかなか痩せないんです、こんなに食事の内容を気をつけているのにというお声を聞きます。確かにおかしいなって思いますよね。その気持ちよくわかります。そこでこの動画をご覧いただきますと、美味しく食べながら痩せる方法がわかるんです。もしあなたが美味しく食べて綺麗に健康的に痩せていきたいなと思ってらっしゃるようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、食べて痩せる簡単食事法についてお伝えしていきます。話の内容はこちらです。1つ目、痩せるポイントとは。2つ目、簡単にできる食事法についてお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。痩せるポイントとはということで、もちろん今からね食事法についてお伝えしていくんですが、何よりも食事の内容だってとっても大事なんですよね。その食事の内容をその準備しつつ食事法を変えるだけでね、こんなにも効果が変わるのかということで、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。まずその食事の内容はやはりもう私が毎回お伝えしております通りです。メニューは腸活をベースとしたものになるんですよね。もうまずは基本です。和食中心でバランスよくですとか、特に毎回発酵食品は取れていますかとかね、孫は優しい子のこの頭文字の食事がね取れていますかってお話ししてますよね。そういったものをこうバランスよく取れていらっしゃるのがまあ大前提、イコール腸内環境が整って、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがですね、種類が増えて元気でいつまでもあなたの腸内でもうずっとここに暮らしたいって、ね、言ってもらえるような腸内環境をまず作ることができるかどうかで、ダイエットが成功するかしないかっていうのがね、まあ、分かれ道になっていますよってことなんですよね。ただ、まあ、そういったお食事をしながらも、まあ、こんなにね気をつけて食べたり作ったりしてね頑張っているのにもかかわらず、なんでねなかなか体重が落ちないのとか、なかなか変化が出ないっていう方はですね、もしかしたらこれが原因かもしれません。そのお話を項目2番でしていきますね。では2つ目の項目です。簡単にできる食事法についてお伝えしていきます。よく巷であるのが、まあ、ベジファーストといって、まあ、こういったね例えばそうですね、和食のまあお膳が出たとしましょう。でそこでね、まず何を一番最初に食べますかっていう時に、ベジファーストですから、やはりねお野菜から先に食べたらいいんじゃないのっていう方がね多いと思います。もちろんそれも OK なんですね。ただ実はですね、今ベジファースト以上に効果がある食べ方があるとね言われているんですよね。ただしこれは一般論ですから、あなたに合ったね順番でいいんですよ。合う合わないがありますから、ちょっと参考にね、もしかしたらこの方法の方があなたに合っている可能性がありますから、ぜひ最後までご覧くださいね。今回お伝えしたい内容はこちらです。ベジファーストならぬミートファーストの食べ方についてです。よくベジファーストでしたら最初にお野菜が来て、お肉やお魚のメインを食べて、最後に太るもと、まあ、炭水化物ですよね、お米とかパンとかパスタとか麺類、そういったのを最後に食べると血糖値の急上昇を抑えることができる、結果脂肪をため込みにくくするからいいんですよという食べ方ね、よく皆さんご存知だと思うんですが、いかがですか？お野菜先に食べてもお腹いっぱいってあんまりならないなって感じませんか？で結局ね、お野菜もがっつり食べた後にお肉もお魚もがっつり食べちゃって、しかもまだ余力があるからね、お米もしっかりがっつり食べましたっていう方は、もしかしたらですね、こちらの方法の方が痩せる可能性は高いんです。この順番はまずメインのお肉やお魚などといったタンパク質を先に食べちゃう方法なんですよね。でこれを全部食べ終わった後にお野菜をいただいてください。でここまでもう食べきったらですね、もうほぼほぼお腹いっぱいになっているんですよね。その時に、まあ、余ったそのお腹のまあ余力ってありますよね。もうふうって苦しければ、まあ、チャンスがあればこういった太るもとはねカットですね。もう大体お野菜でも糖質取れますから、
ここでね糖質が取れないと1日働くエネルギーがなくって動けないんじゃないかとかね、そんなこともねない。特に夜はです。夜ご飯を食べるときはもうできればお肉お魚先にしっかり食べて、お野菜を食べ終わった後もうここでお腹いっぱいになってるとね、もうご飯とかももちろん夜パンなんかおすすめできませんけども、まあこういった炭水化物系ね、糖質の塊はね、あもういいかなってねなるようにご自分で仕向けるっていう、これすごくね工夫ですよね。こういったことで自然と食事量が減って、しかも太るもと糖質をカットできたらいいなって思いませんか？で、その詳しい効果がこちらです。このミートファーストによる痩せるポイントはこちらなんですよね。まず1つ目、お肉などは特にねよく噛まないと飲み込むことできませんよね。まあ、いえ大丈夫ですっていう方もですね、ぜひしっかり、まあ、どんなものでもねやっぱりよくよく噛んでいただきたいですよね。そうすると満腹中枢を刺激してくれるホルモンが出てきますから、そのホルモンの作用をうまく使って、なるべくお食事がスタートして早い段階から、あなんかもうお腹空いてないんじゃないの私っていう、そういう状態をね意図的に作っちゃうっていうことができるわけです。そして2つ目、この先にお肉やお魚などのタンパク質をしっかり食べることで、その後にですね来るその糖質、まあ、お米ご飯パンとかですね、そういった太るもとの摂取量、まあ、食べる量で自然と落とすことができやすくなっていくんですよね。しっかりとあお腹すいたなと思っても、まずはお肉などのタンパク質をよくよく噛んでしっかりと満腹にさせた状態でお肉を全部食べ終わったら、次にお野菜をしっかり、だってねお肉ばっかり食べたらそれはバランス悪いですよね。だったらお肉だけ食べればいいんだってことでもないですよね。ちゃんとタンパク質取った後にお野菜をしっかり、ここでタンパク質と食物繊維を半分半分で取ってしまわれると、次に取るご飯とかがね、あなんかもう一口で今日はやめとこうかなとか、どうしても時はね、でもあ今日もお腹空いてないってことも食べなくていいわけです。お腹が空いてないイコールもうね脳から、あいやこれ以上食べたらカロリーオーバーだよって教えてもらってるサインをね、せっかくですから見逃さないでほしいですよね。そうするといやもう今日はもうご飯とかパンとか太るもとは特に夕食カットしようってしやすくなるんですよ。もうどんなにご飯が美味しくてパンが大好きな方でもお腹いっぱいになっていればですね満たされますから、もうねできる日は、もう毎日は苦しいなっていう方はね1日おきとか1週間に2、3回とかそういったペースでいいですから、特におすすめはこの食べ方をですね夕食にしてみる。もうできればそのご飯お米はパンはお休みっていう風にね持っていきやすくなりますから、ぜひねストレスがかからないように美味しく食べながら健康で綺麗にダイエット成功していただきたいなと思って、今回このお話ご用意しました。さあいかがだったでしょうか。よくあるベジファースト、お野菜から先に食べましょうというのももちろん丸なんです。血糖値の急上昇を抑えてくれて脂肪の蓄積を、まあ、抑えてくれるわけですから、それも丸。ただその食べ方をしているのにもかかわらずついつい食べ過ぎてしまっている方というのは、今回お伝えしましたミートファースト、タンパク質を先にしっかりとよく噛むことで体に必要なエネルギーを先に取ってですね、そしてそれからお野菜を食べてみるっていう方法が、結果太るもと糖質の食べ過ぎをベジファーストよりももしかしたら防ぎやすくなるかもしれませんよっていうことで、アイデアの一つとしてお伝えしました。ぜひね簡単に食べる順番を変えるだけです。よく噛むだけで成功する可能性がアップするかもしれませんので、ぜひ試してみてくださいね。それでは今回の動画のお話は以上になります。役に立ったなとね思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。